山口の断捨離トレーナー中村玲子です。広島の小原康子です。福岡の稲葉美和子です。今日は、断捨離の段入り口ですね。入り口でストップするときに、それまでは断捨離を知るまでは、断捨離の段をする入り口で段をするっていうことを私たち知りませんでした。はい、はい、その中で一番思いつくのは何かなっていうお話をしてみます。はい、段話ですね。段話、はい、段に気づく前の話ですね。はい、はい、で、私は、それまでは、自分のためにお金を使うってあんまり許せなかったんですね、専業主婦なので。でも100均だったらできたんです。100円だし、だいたい雑貨なので家のことに使うしっていうので、しょっちゅう100均に行ってました。用事もなくても罪悪感ないよね。そうそうそう、100円だしね。そう、もうとにかく行くとこといえば100均っていうぐらい、子供を連れて100均に行って、子供には好きなおもちゃを選ばせて、自分は雑貨とか見て、あ、かわいい、あ、これ使えそうで、だいたい1回で必ず3000円は越してました。結構ね、行くよね。そうそう、なんか週に 2,3 回行くのに毎回 2,3000 円越してたんですよ。それが家の中にたまり、いくつも同じものがあるとかっていう現象もありました。うん、買いやすいからね、本当に必要じゃなくても買ってしまいますよね。失敗しても100円だしっていう、うんうん、で失敗しても捨てないくせに、うん、100円っていうこの、そう、ね、いくらになるっていう計算も100円だとしないんですよね。そうね、そうそうそう、カゴいっぱい買って何千円って、うんうん、ひえーと思うけど、でもなんか1個100円と思うと、ね、なんか得した気分だよね。そうそうそう、で使えると思って、うん、もう家中に溢れてましたね。でもそんな人って多分ミヤちゃんだけじゃなく、みんなっていうかね、多いですよね。だからほら、安物買いのエネルギーじゃないっていうね、言葉があるぐらいだから、結構多いんじゃないかな。それをやっぱ断捨離に出会って、まだ新品でもどんどん捨てないと、捨てないとって言うとあれだけど、同じものがたくさんあるからね、何年かかって使うのっていう量があったので、そういうのを捨てる痛みを知ったら、やっぱ100均に行く回数も減ったし、必要だから行く、とりあえず行って選ぶじゃなくて、いると思ったら行くに変わって、いる分だけ買うに変わりました。で、同じものでも100均じゃなくても、ちょっといいものでもしっくりくるものとかを選ぶように変わりました。その方が大切にするような気がしますね。で、使う時にも嬉しい、なんか雑に扱わなくて、大事に扱って楽しく過ごせます。ご機嫌が増える、ね、見た瞬間にうってなるものを、ね、作った方が、ね、幸福度が上がりますよね、自分。別に100均を否定するわけじゃなくて、100均も利用しながら、でも無意識にね、ただ暇つぶしみたいな感じで100円だからね、購入するはなくなりましてね、捨てる痛みを知ってみると、それができるようになります、はい。安子ちゃんは？私は、ポイントカードを作りしますかの時は必ずもらってました、悪いじゃない、断ると、あ、じゃあお願いしますって、とりあえず言って、とりあえずお財布に入れるみたいな、でもその後一回も行かないお店がたくさんあったりしましたね。なんか悪いなって思っちゃう、せっかく言ってるのに、取っとくよね、取っとく、いつ買えるかもみたいな、ものだったのね。そういうのがたまると財布がパンパンパンに、ね、なりますね。必要な時には出せなかったり、もう過ごせないよね、レジで見つからなくて結局、まあいいですってなって、じゃあ新たにもう一回作ってみたいとかありましたね。でも段を、そういうことを意識すると、段をおろそかにすると、その財布だけでなく、家の中でも同じことが起こってますよね。ポイントカードがどんどん溜まって、お財布がパンパンになって、探すときには大切な必要なものが見つからないっていうのは、家の中に同じことが起こってますね。時間かかるし、うんうん、すごいストレス本当に、ね、うん、
とりあえずくれるものはもらうとか、とりあえず入れる、とりあえず取るってしたら、うん、その後本当にいるかどうかとか考えなくて、そう考えたら断らなかった、とりあえず断るっていうことはもうまずなくて、れいちゃんは、あ、とりあえず断るということはまずなかった象徴の、うんうん、あのコンビニでもらうお弁当についてくる箸とか、うん、プラスチックのスプーンとかフォークとか、うん、あとプリンとかね、あの、うん、アイスクリーム買ったら、ちょっと余分に、木のスプーンとか、あの、プラスチックスプーンを2、3本余分にもらったりしてました。はい。引き出しパンパン。そうそう。で、引き出しが1個ね、その、ただでもらったスプーンやらのフォークの、あの、もので、ぎゅうぎゅうになって、こう、引き出し開けるときにこう、引っかかって、あ、みたいな。引っかかった。ね、うん。でもあれはね、なんでもらったかなって、思うと少しでも得をしようと思ったんですよね、うん、少しでもおケチな根性で、うんうん、損をしたくないというか、うん、そういう気持ちでもらってたんだけど、よくやっぱり今断捨離してみて、うん、よく考えるとどっちが損なんだ、スプーンの使いもしないあのプラスチックのスプーンをもらって引き出しが詰まってイライラする方がよっぽど損じゃないかなと、うん、今となっては分かりました。結局空間を埋めた分だけ実は損してる、うんうん、そこのね遊ぶ空間が減る分、うん、イライラは増えるんで、うん、そう分からなかったよね、分かりませんでした、うん、ただのものをもらえたらあの得したと思っていて、ね、そしてそれはねいつか使うかもってまた思っちゃうの、うん、ただでもらったのに、ね、利用するつもり、うんうん、でも絶対利用することはなくて、ちゃんとしたスプーンあるんだもんね、今は。そうそうそう。でたまに役立つんですよね。子供の風に持って行ったりとか、あとなんかあの誰かがお弁当にね使い捨てのスプーン持って行きなさいって言ったりして、たまーにあのほらねやっぱり良かったでしょみたいな成功体験たまーにあるんですよね。なんかそんな時はいいお母さんしたみたいな気になるけど、別にそれじゃなくても。よかったんだよ、うん、そう、そのたまによりももっともっと日頃の、うん、日常みたいな方が多いから、うん、たまの1回のやったのために日常どれだけイライラを溜めてるかね、うん、そう、そうですね、やっぱり人の役に立ちたいって思ってるからね、うん、そうね、本当ですね、うん、はい、そんなことで、はい、断捨離の段、はい、入り口で不要なものは立つという、はい、本当に必要なものだけ考えて取り入れるということですね、はい、はい、意識してみたらどうかと思います、はい、それではまた、また YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。